こんにちは、今回は OTK エルフまた使っていこうかなと思います。で、今カシオペアを採用した、OTK エルフがまあ結構息を吹き返してきて、それの理由っていうのが、まあ、11月末にナーフの影響を受けた、水流神やら、まあ、そういったカードの影響によって、今 OTK エルフがかなり強いです。で、ただ OTK エルフっていうのは、まあ、出来はまあこんな感じで、まあ、見てもらったらいいんですけど、なんて言うんだろうな、下手な人が使う人、全く勝てない。で、上手い人が使うと、勝率がかなりっていう、もうほんと、プレイングに左右されるリーダーなんで、まあ、特にこのエルフっていう、まあ、リーダーは、ほんと上級者、もうシャドーバースを知り、シャドーバースをもう知り尽くしている人じゃないとやっぱ勝てないと思うんで、やっぱそこなんだよな。勝ちました。で、今のワン、まあ、いや、とりあえずビショップ相手なんで、まあ、エイラであろうが、不死後はいない、まあ、敵であれば、全然戦っていけるんで、フィーナを残すか、これ。うん。こう、マリガンの時からもうすでに試合は始まってる。もうマリガンでもう下手か、上手いか分かるんで、フィーナ残します。はい、これ上手い。はい。あんま良くないな。まあ、とりあえずマリガンで全てが決まると言っても過言ない。もう本当、上手い人と下手な人ってのはマリガンで決まるんで、もうこっからも始まってるから、試合は。まあ理想としてはフェアリーサークルとかな、序盤引けると強いんだけど、まあピコ太郎が来てるんで、PPAP を発動していくと、PPAP を。女リナ戦争引いていく女。これ森嵐打ったのは、どうなんやろ、プレミなんかな、まあよくわからんわ。でも何も行動しないよりも先に、まあ、手を打った方がいいのかなっていう。まあでも打たんでよかったかな、ぶっちゃけ。まあいいか。小賢しいなぁ。えんねぇ。オッケー。エリンゲ来てるんで、回復に関しては全然オッケーだから。まずピコ太郎を出して、シノブと、森のセースが2枚あるぞ。あとは手札に戻すカードさえ、これはもうリーサルの計算ですら、できない人はもうこれ使いこなせないんで、やっぱもう上級者しか使えないって言われてるゆえんやな。もう1個フェアリー出すのか、それを手札に温存するのか、何を出すのかってもう全部、もう上手いか下手かは分かってしまうんで、ここまで。ホワイトタイガーを出した。なるほど、超越に対策した失踪ビショップって感じかな。まあエリンゲで回復できるんで、オッケーオッケー、カシオペアも来ていく、盤面取っていく。うかしゃ、ごめん。フェアリー展開からフェアリー進化いきまーす。さすがにフェアリー進化、でもフェアリー2体並べる必要性は全くもって多分ないと思うんで、1枚出すっていうのありやな。1枚だけ出してっていうのはまあワンチャンあるのかなっていう。いやでも出す必要ないな、ぶっちゃけな。重機が次のターン割れると考えた時に、まあ1枚置いた方がいいか。まあ5ターン終了で。はい。5コスでフェアリー1枚置くってのありかな。重機でこう、フォーリーファルコン取るっていうのに、まあ、フェアリー出すのはありかなと思うんですけど。まあ今のフェアリー出す必要は全くもって無意味なんで。まあカシオペアもいるし、まあ盤面。小賢しいなぁ。アンナールまあ、方天使かってか、ちょっと相手息切れしてきたな。じゃあ、ここはもうフィーナちゃん進化でいきます。ピコ太郎来ます。いや、フィーナ進化、ちょっとゼロコスフェアリー置かないといけなくなってしまうんですけど、でもつい重機が割れるんで、女さすがにフィーナ出すな、ピコ太郎いきます。ピカピカ見つけたかなからの、フェアリーも2体出します。で、ピコ太郎進化。まあ、結構これ、うまい動きで、リノセース3もあるんで、で、なぜ今フェアリー出しかっていうと、次のターンフィーナちゃんで、ゼロコスフィーナ出すってのはちょっと弱、そうか、そうか、リノセース3枚来てからフィーナゴミになったんだ。あれエンシェントレオスピリッツィンが来る。おんぎゃーおんぎゃーおんいやーちょっと待ってよ、フェアリー出したの完全にこれ5択やな。まあカシオペアにかけるしかないか。私の美貌にひれ伏しなさい。これ7点入るんで、できれば右、そっちじゃあかんあかん、そっちあかん、右、え嘘だろ。
嘘だろ、マジですよ、言ってる、マジでマジで言ってんのそれ。え、そんなピンポイントに外すことなんてあんの、小賢しいなあんな。取り替えの人出てくる、最近これ入れてるのも出来上がってるよな。もう強い強い強い、バンバンなんか刺さってるやん。これリノセンス捨てるか、あーこれリノセンス捨てます。あー2位 C ローなんで負けなんで、リノセウスを捨てます。はい。リノセウス、リノセウス、リノセウスで出していって、盤面除去使いまーす。リノセウスで、リノセウスで取っていく。これもうしゃーないと思うんで、で、次のターンエリンゲ進化いけるから、まあ一見なんかプレイングがひどそうに見えるけど、これもうしゃーないんで、もう8点しか体力ないんで、普通にガルラ来た負けなんで、まあこれ負けそうに見えるけど、勝つんで、はい。次のターンエリンゲだけ3点回避できるから、まあ、このターンで負けることも多分ないんで、小賢しいなぁ、アンナール、小賢しいなぁ、変に小賢しいなぁ。オッケー、エリンゲ進化で殴っていく。前で進化権1個残ってるけども、これエリンゲ進化で殴れるんで、さあニコスは、ニコスもあんのかな、なんか毛高き距離とかあんのかな、進化を使うか悩んでるのか、それともエリン、あ、小賢しいなぁ、ペカペカ見つけたわな。エリンゲいきまーす。クリスタリアと共に、ただ相手完全にリノセウスの猛攻をこう、あーもう受けないっていうのを安心してるな、あ安心してるからもう相手負けやわ。これぶっちゃけフォロワーいなかったら6-5のスタッツ打ち取れないよな。そうなってくると、死の武闘を持ってるこっちの方が完全に上手なんで、我はお前の中に必要もの、からのオッケー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 、これ両方フォロワーがいなくなってくれるとさらに、あ、オッケーなんですけど、悪夢は消えんぞ。あ、取っていく、あれはなんだ、焦点かな、よしよしよし、これが実力。エルプリンスメイジ超絶怪異なちゃんにお任せくからのエルプリンスメイジを出していく。あとはもうスタッツのユニット同士の戦いになるんで、あ、じゃあユニットじゃなくてスタッツ、スタッツ同士のユニット、フォロワー同士の戦いになるんで、ホーリーファルゴン呼んだところで2点9点は入らないから、小賢しいなぁ、小賢しいなぁ、あー幼虫やなぁ、顔かな、これはさすがに、さすがに顔を狙うしかないんですなぁ。オッケーオッケーオッケー、ここで死後がエリン、あーエリンで来ていく。クリスタリアとともに、な、ここな、フェアリー進化していく、エリンゲ、まあ、エリンゲで抑えるのが、まあ、でも一番手っ取り早いか、まあ、ここは攻撃して、エリンゲ進化いきます。だリノセウスを3枚捨ててでも勝つ、要は勝つことが目的やから、そのリノセウスを捨てるっていうことがなんかもったいないとかさ、そういうなんかこう初心者の考え方だとやっぱ一生勝てないわ。あ勝ちました。こっから負ける多分筋はないんで、武闘も2枚あるから次のターンいけるし、まあ死後張っても武闘で取れるし、この戦場に神などいない、アンダール。で私の負けですかな、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、まあこんな感じっすわ。あまあいかにこうリノセウスと他のフォロワーで戦っていくのかっていうのを考えていかないといけないと。やったー、勝ったよ。まあこれがな、本当にプロの実力、やっぱ OTK で使って楽しいよな、やっぱこうプレイングで全てが決まるから、さっきのちょっと思い切った行動やったな。あそこでなんか初心者とか思うのはもう論外っていうか、まあ初心者やなとは思うんやけど、さあ2戦目、まあ気を取り直してちょっとリノセウスで勝っていきっていうのをやっていきたいから、勝ちました。もうゼロなんて、もうリゼロのゼロと一緒やから、もうペテルギウス・ロマネ・コンティの知るやわ。で高校のフェアリーサークルも OK やし、あーまあちょっとエリンゲに関してはなあまりいらないカードなんですけど、あー茨の森とかな、そういう系統のカードが欲しいかな。あとはなんか小賢しいなであればエリンゲいるわ、これ
エリンゲ3点から刺さるな。フェアリーサークルいきます。からの次のターン、森嵐で盤面取っていく。しかも、リノセイズ来てるんで、これリノセイズを除去に使うっていう、まあ、手もワンチャンあるのかなっていう。多分ニコスで、小賢しいなぁ。アンダールオッケーオッケーオッケー。であれば、森嵐いきます。で、次のターン、ピコ太郎を出して、リノセイズ2枚目を確保していくと。さあ、3コツはどう来るか。ノーウエストルーピングは発動していく。オッケーオッケー。エリンゲいるんで、全然問題ないんで。ピコ太郎いきまーす。ピカピカ見つけたのね。はい、リノセイス2枚目来ました。これ除去に使うっていう手もあるんで、次のターンリノセイス捨てるか。それもあるな、ぶっちゃけ。全然ある。リノセイス捨てるわ、これ。リノセイス1枚捨てまーす。もうそう来るんだら、もうこれ、盤面が厳しいんで、もう、すでに。すでに厳しいんで、フェアリーから入って、リノセウス捨てまーす。で、リノセウスで盤面取って、フェアリー出しても、フェアリーで押していくと。まあ、これ、ね、対戦相手によってやっぱこう考えていかないといけないんで、まあ、エルフはこれが強いよな。リノセウスをなんか除去に使う。まあ、もう一応森嵐の報いみたいな感じで使えてるんで、で、ここで相手がどう来るかやな。リノセウスを目の前にして、ほぉ、参加しな。あっざー、あ、でも盤面取るんだ。それはオッケー。エリンゲ、あ、小賢しいなー。これで来たこういう時なんか盛り嵐欲しいなっていうのあるな。まあまあいいっしょ。リノセウスを引いていく。まあ、フェアリー進化するよりも、エルフプリンセスメイジ進化のが強そうな気もするが、ここはもうリノセウスをバッチリいった方がいいな。バッチリ。バッチリリノセウスでいくわ。フェアリー入って、あ、ピューリミッションもじゃない。リノセウス出して、で、リノセウスで顔を殴って自然で導きで戻しながら、相手にやっぱ圧力を与えてきた。あー、いいカード来るわ。で、フェアリー進化で、相手のライフが15点。で、次のターン、エリンゲ進化で、3点回復プラス、まあ、死後貼れるんで、まあ、こっからリーサルはないんで、5、6、7、アルベールが来ても12点なんで、で、盤面を返してしまえばいいわけやから、まあ、アルベールかな、もしか、アルビダの号令のがちょっと嫌なんですけど、まあ、エリンゲ進化3点回復で、まあ、持ちこたえられるし、リノセースにもあるし、まあ、自然の導きもあるし、ワンチャン次のターンリーサルあるんじゃない？ワンチャン次のターンリーサルが見えそうやな、リノセウス2枚の火力は計り知れないからな。女、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 女。クイックブレーダーを出していくからの、盤面取ってきたらちょっと笑うな。パレスペンサー出して、なるほど、なるほど。小賢しいな。俺の伝説はここから始まる。俺の伝説はここから始まる。女、女、女。で、ペルセウスを進化。であれば、でも、ウィッグ・ウィッセン、ちょっと厳しいな。死難も苦難も乗り越えるさ。アンダールただ、エリンゲの死をが、かなり嫌な動きだと思うんだよな、個人的に。いやでも、6、8で3点視察残って、あ、これ負けかもしれんわ。負けのフラ、エンシェンテ・エルフ・ティングは大きいな。これ、リノセウス、もうバンバン使っていくか。回復する意味があまりないんで、2、3、5やから、まあまあまあ、一緒。じゃあ行きます。リノセウスをまず1枚捨てていって、アンダールリノセウスを1枚捨てていって、2、1を適当に取っていきながら、エンシェントエルフ、ティングを出していきたいな。フェアリーからのエンシェントエルフでいきます。あれ負けたこれ。いや、負けてない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 。全然負けてないぞ。5、6になるんで。で、次のターン、エリンゲを出してっていう動きになるから、1体捨てて2点やから、2点足りないんで、こういうな、計算なんさ、やっぱり。多分、失踪ないやろ。失踪、小坂。おぉ、友情やな、友情やな。減った。
運が良かったな。ちょうどクイックブレーダー持ってたから買ったみたいな。あまあ今のエリング出しても多分一緒だったと思うんで、あエンシェンテルフの方が多分強かったっていう。あちょっとなんかリノセウスの上手い付け方できてないな。なんか、あ結局リノセウスの使い手っていうのは、こうリノセウスをこう、うまくうまく使って、やっぱやっていかないといけないのに。一戦目、二戦目もなんかゴミみたいな。あ、言っちゃった。ビチビチやな。しかもなんかこいつパイパンなんじゃないの。さあ3戦目は、勝ちました。ロイヤル相手か、しかもフロントガードジェネラルとか入れてる、特にホワイトパラディンとか入れてるようなロイヤルで一番厳しいんだよな。あ理想的なマリガンなんで、これこんな感じでいくか。あ完璧完璧。リノセウスやっぱな、うまく使えていきたい。で、リノセウスうまく使って終わりたいってなるんで、フェアリーサークルを引いていくアンダールちょうど1コスで欲しいカードが来てくれたな。まあ、これも運も実力のうちなんで、何も置かないと。エリンゲ来ます。ここ何も置かないのが強いな。フェアリー並べる、いや、メリットがないんで、ぶっちゃけ。あ、肩は終了で。とりあえずなんか、カシオペアとか欲しいな。とりあえず、小賢しいな。お互い結構悠長やな。で、OTK なんで、別にフェアリー並べる必要はないんで、ここはもうリノセウスを先に回収しといて。ピカピカめっちゃペタだな。で、もうピコ太郎出るイコール相手はもうリノセウスオンリーのデッキだっていうのが多分分かってらっしゃると思うんで。盛り嵐で取ります。ここは盛り嵐プラス、あーカシオペア来たか。ここ取ります。でフェアリー置く必要性はないんで、ターンを終了かな。ここはまあ、ターン終了で、フェアリーはやっぱ重要やから、しっかりフェアリーを駆使してもう最後のもバッコリ決めていくからな。小賢しいなぁ。アンダール小賢しいなぁ。変に、で顔狙う感じ。あ盤面取っていく。優勝やなぁ。デカデカ見つけたもんな。リノセウス3枚なるけど、ここはあ進化使う必要性があまりないんで、まあ死の舞踏でいいんじゃない。こういう動きができるとな、やっぱ理想的。もうこれ勝ちやわ。まずリノセウスが3枚あることと、相手がまあ悠長すぎるという、もう初心者なんで、円卓会議悠長やな。もっと熱く小高しいな。これカシオペアで返します。7点だろうが、次のターン手札が9枚になって8点で与えられるんで、私の美貌の前では星さえかすむ。この3試合が一番なんか見せ場っていうか、本当に見せたかった試合、こういう試合をな見せたいんだよな、ぶっちゃけ。ただ相手次のターン手札が9枚なのか、いい試合してると思うぞ。やっぱエルフ使いは本当プレイングで本当下手か上手いかっていうのも本当一瞬見ただけでもわかるし。可愛いからって甘く見ないでよね。女。ただなんか手札に戻すカードが欲しいっていうのあるよな。まあまあそれはもういいわ。その辺に関してはもうどう、あ、小高しいな。ユニコに関しては絶対取らないと負けやな、ここは。盛り嵐を引いていくからのピコ太郎いきまーす。ピコピコ見つけたピコからのリノセウスからのヘアリー出して、フェアリー進化で、さすがにユニコは取らないとやばいんで取っていくと。で計算します。2、4、6のリノセウスがあって、2体フェアリー置くことによって3、4、5やから9、3、4、5やから、3、4、5、9、12点、14点ぐらいありそうやな。あ、デュランダル来てんのか。優秀やな。デュランダルはちょっと小賢しいな。まあいいか。細かいことは気にしてもしゃあない。死の舞踏行くよりは、エリンゲを出した方が良さそうな気はするが、アンダールエリンゲいきまーす。エリンゲからの進化をな、使うメリットがないんで、ここはターン終了で、次のターン死の舞踏で取ります。次のターン死の舞踏プラスエルフプリンセスメイジでバッコリいけるんで、まあこれはもう進化使う必要ない。デュランダルの効果で 5点以上の攻撃は4点になるから、
ただちょっとリノセース意識してるな、こいつ。手札に戻すカードが1枚でも来てくると、リノセースの分担作業っていうのができるんで、私にふさわしき戦場を。女こざかしいなぁ。アンナールこれちょっとまずいぞ。4号、まずいな、これ守護邪魔なんで、もっと熱く、アンナールアンナールただ、4-1になったから、ここはもう、フェアリーサークルか、これなんかリーサル見えそうやな、次のターンぐらいに。難しいな、すごい。死の舞踏からの、勝ちました。死の舞踏打ちます。あ、見えました。リノセース2枚出すっていうのもあるんやけど、これ、フェアリーサークルいきまーす。からリノセースを1枚展開するだけで、5点かな火力が出るんで、これはもう顔狙って、あ、進化使う。5点以上のダメージが4になるか。まあ、ここ顔狙って、次のターンが、もう進化券多分もう使う暇が多分ないと思うんで、これフェアリーに進化使うわ。フェアリーに進化使って、相打ち取ります。これでまあ、ミーサルがまだなくなっちゃうんで、なくなるんで。あとは任せました。ただ、デュランダルうぜえな。これちょっと待って、リーサル見えても4で8が、2点足りないな。結局5点以上の火力が、あーこれうぜえな。じゃあ待てよ、エルフプリンスメイジとか出してもしゃあないな、これ。やばい。負けるフラグ立ってるわ、これ。女リノセウスを無視して、こうがかしいなぁ。もっと熱く。からの進化券バチコリ使って感じだ、バチコリ。次のターン何これは、リーサル見えるんだろう。まあなんか自然の導きとかが来るとこう5点以上の火力とか関係なしにいけそうな気もするが、まあでも次のターンもリーサルがこがかしいなアンダール3、4、5、6、勝ちましたかな、勝った。フェアリーで2、3、4、5やから3、4、5。リノセス置くのかな、ちょっとなんかよくわかんないんだけど。フェアリー置くのかな、まあ、フェアリーでいいか。あ、じゃあ間違ってるかもしれない。まあいいや。これでリノセスをバチコリ出して、4点で与えて、リノセスをバチコリ出して、あ、勝ちました。これなんすわな。やっぱ楽しいわ、リノセスのこのな、ゲームは。で、これでリノセスで、7点出ると。今、火力的には3で、8で、15か。15ダメージ出てんのか。進化ありで19。いや、やっぱ OTK はやっぱ可能やな。すごい強いな、やっぱり。やっぱリノセウスってカードがいかに強いのかって。ちょっと最後試合やって終わりにしようかなと思います。最後気持ちよく決めて、まあエルフのこの動画にまあ幕を打ちたいなと思います。でけえなぁ。でかい上に、まあ結構美人っていうな。なかなか可愛いな。しかも髪の毛が結構可愛いっていうか。うん、さあ次は、フォルテか。なんかフォルテのエンブレムしてるやつで久々に見たな。確か可愛いんだけど。私は天空の覇者、ダークドラグーン。ちょっと待って、汁がこぼれ落ちそうになるんやけど、これ手札ひどすぎだろ、これ。完全に仕組んでるとしか思えないんだけど。女死の舞踏な、なんなんこの手札。ゴミすぎだろ。いや、ちょっとゴミすぎるな。なんか手札に戻すカードがあれば、なんか、茨の森を戻して、なんか盤面を取りつつっていう動きができそうなんですけど、なんかもう相手もなんか理想的なムーブしとるよな。あ、来た。であれば、待てよ、これ、フェアリー2体並べてから、何して遊ぶのからの、自然の導きでちょっとこれ戻すわ、一回。
なんかもう一回再利用していって、あー唐揚げボルグな、まあ、悪くない悪くない、唐揚げボルグもアミュレットを確か戻せるので、まあちょっとプロの動きっていうのを見せていきたいな。オッケー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 、小駄菓子だー。もうバッコリいきます。次のターン、茨の森2枚を発動していきます。エルプリ、茨の森行って、攻撃しながら茨の森をもう1枚出すことによって、あ待って、これ出さない方がいいな。フェアリー2枚でいいか。フェアリー並べます。もうフェアリーの群衆で、殴っていく。多分まあサラマンダ来るかな。まあリノセンスさえ呼んでしまえば OTK 決められるんで、まあこっからまあ挽回していきたいってなるかな。まあサラマンダブレス、まあまあそう来るよな。それがまあ一番理想的というか、まあ強い動きだと思うわ。ただ小賢しいんで、じゃあここもう一回並べていきます。もう適当にバンバン並べていって、バン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 パンパスパンパスを並べていくしかないんで、もうどんどん並べていこう。で新緑の加護の効果でターン終了時にプラス1されるんで、これ2点以下のユニットであれば、破壊は可能であると。ただ相手が進化圏を使っていないんで、まあ、サハクイエルからのリスラフィーリングとかが来ると、悲しみを歌いましょう。女女女女女女、なんか負けのフラグ立ってるな。てかリノセンスが1枚でも来れば対空射撃とのシナジーをまあ考えて、まあ、殴っていけるかなと思うんですけど、なんか一番この FGO のコラボでアーチャーだけが一番使われてるんじゃないこれ。他は弱すぎるから使われてないようなカードが、対空射撃ナーフされるかっていうなんか、なんか意見もあったけど、やっぱ対空射撃はな、強いけども刺さらないときは全然刺さらないんで、特にリノセウスとかいないと全然使えないカードやから、あんな要はエルフのこうカード手札戻さないといけないんで、まあそこがエルフのな強みでもあるんですけど、あえて悩んどんな。この盤面を覆す手段が、まあ、唯一 OTK エルフだけはこうバハムートが出てもなんかリノセウスで決めるとかあるから、別に盤面全部剥がされても怖くないっていうのがあるんですけど、悩んどんなこいつ。どういうことやこいつ。幼稚はなあんにあんにあんにんどうあんにんどう。あーちょっとこれな、放置してる感がすごいなこいつ。こんな悩むような盤面じゃないのな。あ幼稚はなあ。じゃあもうバッコリ行かしてもらうわ。そういう手段で来るんであれば、進化使います。はい、進化使います。もうバッコリもう手が、ミスしたかもしれん。ミスもうバッコリ行くわ。エルプリンセスメイジ進化のがあったな。まあまあまあいいか。サラマンダ打ち取れないエルプリンセスメイジ行きます。森の嘆きが聞こえます。アンナールあーちょっとプレミかもしれない。まあでもリノセンスいないから、まあ火力の上げることとして、フェアリー進化、まあまあリノセンス来てないから、まあどっちでもよかったかなっていうのは、まあ結果論になると思うわ。じゃあ相手放置してる件について、これ超能力、もしかして超能力じゃないこれ。超能力やでこれ。あ何もしないのこれ。超能力ミスター M やったっけ。なんか昔超能力者ミスター M っていうのがいたんですけど、ミスター M の力ミスター M 超能力者ミスター M っていう人がなんか昔いたんだけど、髪を浮遊させたり、まあ朝原ジョー小ざかしいな、なんかよくわからんな。よくわからんなこいつ。手札がレジェンドのオンパレードになってたんかな。ちょっとなんか手札を見てみたいってなるけど、